ルル・ドタブル急原子力潜水艦は、フランス海軍の原子力弾道ミサイル潜水艦。5隻が建造され、2003年のランドン・ターブルの退役をもって全て退役した。フランス独自の核兵器の戦力化の一環として、計画、建造された。フランスとして、最初のスナルであり、建造当初は M1 もしくは M2。 M20 潜水艦発射弾道ミサイルを搭載していたが、ルル・デゥタブルを除く各艦は大規模な回収工事を受け、大型化した新型ミサイルである M4、M45 に対応した。潜水艦発射弾道ミサイルの垂直ミサイル発射塔は、司令塔の後方、艦の中央部に2列で並び、計16機が装備されている。また、艦首には自衛用の魚雷発射艦4門がある。 原子炉、タービン、モーターは、ミサイル格納部の後方、完備近くにある。また、ターボエレクトリック方式の機関であり、交流発電機を用い、整流機を経て、直流モーターからスクリューを駆動させている。後継となる、ルトリオンファン級原子力潜水艦は、1997年から収益を開始している。ランフレクシブルは、ルルドタブル級を改良した艦であり、 単独の球として扱われる場合もある。ウィキメディアコモンズには、ルルドタブル球原視力潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。